I want to make kimono sleeves to match these Doc Martens. So I'm gonna get it. I wonder if they do that on purpose. Sensei, この靴にマッチしてる素で作りたかったんですけど。できました。できました。できました。早速私ドキドキしてます。見てみましょう。すごい。ダダダダダダダ。わあ。しかもこれオレンジになってよかったですね。めっちゃいいですね。そうですか。How do you like this match?So the great thing about this kimono, which Junko-sensei made for me, we can take the sleeves off with the zipper. Here we go, time to try on the new sleeves. I hope this is the right direction. I always forget. Like this. でも逆かな。気持ちいい。かなり暑いのでちょっと大変でした。ちょっとすいません。この幅が広いです。おお、いつもより。あ、いいですね。かなり大きいですね。いや、それそれがお気に入りの、何、お好みだったようで。そう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 、目いっぱい使いました。切れは。ありがとうございます。重みありますね。すごいですね。はい、縫っててかなり重かったですね。そうですね、いや初めてこの布をニューヨークで掴んだ時でも重いと思ったんですけど、やっぱり面白いですね。今回ちょっと大きい丸みにしちゃったので。 ありがとうございます。面白い面白い。大丈夫です。そうですね、袖が長いからいろんな装備がありますよね。めっちゃいい。しかもこのデニムに意外と合うんですよね。全然なんていうのかな、嫌っていうではなくて合うね。何でもありかな。何でもありですね。ここまで来ると何でもありです。生地があると思わなくて、よかった。全部生地屋さんばかりのところなので、一発目大きな生地屋さんに入って、多分10分ぐらいうろうろしたらこれが出てきて、ちょっと待ってとびっくりしました。買ってくれと言われてるみたいだ。ね、そうですね、ご縁感じた。そうですね、長さも最高ね。もうギリギリっていうか、ほんのちょっとですよ。そうですね、最高。最初はそのもう黒、もうベーシックの黒いものしか作ってなかったんですけど、だんだん派手になってるけど、その特徴はみんな
遠くから見て、あ、ドクター・マーティンズと分かるのは、うん、実はあのこの靴とその下のところのステッチがいつもその黄色いステッチが入ってるんですね、うん、あ、そうなんですか。でも今入ってたらそのステッチとこの着物のデニムのステッチは全くなんか同じ感じだから、うん、なるほどね、いろいろと考えてる、ね、うん、考えてる、気づくことになりますね。そうですね、うん、途中でじゃあ本当にありがとうございました。とんでもないです、間に合ってよかったです